それがあんたの息子か。キリュウ、お前いつからそこに。いい女だな。趣味のいいガキだ。まあ悪かねえ。どこぞの組長の娘でなけりゃな。この町の組か。いや、浅草のケチな組さ。お前向きの情報は来てねえよ。今日は無駄足だったな。そうか。旦那じゃないですか。ん？誰だお前。俺ですよ。もしかしてお前田村か。そうです。いやお久しぶりです。お前死んだはずだったんじゃ。お恥ずかしいことで、外じゃそういう話になってるみたいですね。青木からでも聞いたんですか。ああそうだ、俺の事件を追ってて東京湾に浮かんだって。さすが花屋さんだ。完璧に情報でっち上げてくれたんですね。どういうことだ。実は5年前西の河原に入ってボスと知り合ったんです。そして情報屋としての自分が足元にも及ばないことを感じてね。それで姿を隠してボスの部下として働こうと決めたんですよ。でもどうして死んだなんて嘘。まあ俺には幸い嫁も子供もいなかったんで、別に死んでも悲しむ人間ありゃしない。それならいっそのこと自分を消しちまった方が情報が集めやすいと思いましてね。それで花屋さんに頼んだんです。そうか。でも青木は今でもお前のことを探していたぞ。そうですか。やったな。俺のことは青木には黙っていてください。お願いします。ああ分かった。それじゃあまた。
ちょっと下がら。育ったんだ。何の真似だ。くそ、教官逃げろ。一人か。待てよ、何か勘違い。うるせえ、組長に言っとけよ。娘さんは、杏花は俺が幸せにしますってな。やるしかねえんだ。見逃してくれ。そうだ、金を山分けしようぜ。俺たちが逃げたことにすりゃ。落ち着け。俺はただの通りすがりだ。え、じゃああんた跡部組。違う、訳を話せ。どうなってるんだ。追われてるんだ俺たち。強化の親父跡部組から。何があった。強化が一緒に逃げてくれって。そうだ、俺早くあいつのとこ行ってやらねえと。どこにいるんだ。デボラってクラブだ、劇場前広場の。あんた悪いけどもう行っていいか。ダメだ。お前ら。タカシ、お前チーム抜けるってよ。メールで済む話じゃねえだろうが。後で筋は通すつもりだったんだ。いや、お前はとんざらするつもりだった。な根性だからよ、パシリで鍛えてやってんだろうが。今急いでんだ。なめてんじゃねえぞこら。なんだおっさん。行けよ高志、今日はちょうど打とうと思ってたんだ。ひねくれたカーブをな。だと。行け。すまねえおっさん、今さら謝っても遅いぞ。おい、一つ貸しとくからな。Yeah!
高志のことはほっといてやる。どっちにしろあいつは終わりだ。筋もんが網張ってるからな。なんでそこまでするんだ。あいつの女、親父の金持って逃げたんだってよ。親父の組の金か。デボラってクラブだ、劇場前の。手間のかかるガキだ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。さすがや。おもろいな。
何だ貴様。どきなさい。私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが力ずくでも。タカシは、タカシはどうする気。お嬢をたぶらかしたガキです。きっちり落とし前つけさせていただきやす。そんな。違うの。私が一人でお金を持ち出したんだから、タカシは関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。強化、下がってろ。ずっと前に決めたんだ、俺は何があっても強化を守るって。待てこらー。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ、引っ込んでろ。そうはいかねえ、あんたらそのガキ殺しかねんからな。やかましい。大した根性だな、この人数相手に。話は締めだ、やれ。タカシ、ああ、取った金は置いてけ、ずうずしすぎる。分かったよ。ダメよ、お金もなくてこれからどうするの。でもよ、クソガキ、てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、あげくにはメールで組抜けるってか。は、黙りなさい。いいよタカシ、もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの。え、それは、その。ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、お嬢はずっとお一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。タカシ、俺、あ、俺、確かに今は半端です。でも、目いっぱい働きます。頑張って、頑張って、絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。明石、よせ。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え？今日か、私は生まれついての極道だ。
京か。私は生まれついての極道だ。何十人の部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、強化を。よろしくお願いします。花から組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい。ああ、そのモニターにじんじまって見れたもんじゃねえ。こいつは。あんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父。俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。邪魔だ。ちょっとお金ちょうだいよ、お金。邪魔だ。まだな、キルちゃん。
っちも見てって。ああそうだ、そういえば高志の連れの親父さんがこんなもん置いてったんだ。京花って女の親父さんか。俺にくれるのか。ああ、ここで一緒に見ていたんだよ。お前に感謝してたぞ。まあせっかくの差し入れなんだ、もらっとけ。ああ、それから実はこの地下街にはちょっとしたカジノがあるんだが、お前も入れるようにしといたから、暇があったら行ってみな。会長さん、サービスするわよ、お客さんに。もしもし。ああ、キリュウちゃん、私レイナよ。ああ、どうした。伊達さんがセレナで酔いつぶれてるの、ちょっとセレナに来てくれないかしら。わかった、すぐに行く。それじゃあ早く来てね。ラッコつけてんじゃねえ。後悔するな。Done!
キリュウちゃん、戻ってくれてよかった。伊達さん、キリュウちゃん待ってる間、ずっと飲み続けててね。こんなに強い酒をどうしたんだ。さあね、いろいろあるみたい。なんでいつも来てくれないのよバカ。何何？さやって女からだが、伊達さん約束すっぽかしたようだな。それ伊達さんの娘さんよ。さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺？ここの向かいに裏路地あるでしょ。そこに第三公園って小さな公園があるの。ねえおじさん、暇？これから私たちと遊ばない？一人でもいいけど、二人一緒でもオッケー。条件は特にないけど、無茶なのは勘弁ね。どういう意味だ？え？どういう意味って？ごめんね、やっぱなんでもない。でもどうすんの？さや、すぐに見つかるって。行こう。さや、ちょっと。伊達さんの娘か。で、伊達さんは知ってんのか？はあ？知ってるわけないじゃん。頭おかしいんじゃないの？お前らよりはマシだ。俺は自分を安売りしたりはしねえ。関係ないでしょ。チクりたきゃチクりゃいいじゃん。とにかくお金が必要なの。ほっといてよ。さや、おじさん、サヤの味方？多分な。そっか。実はね、サヤ、変な男にハマっちゃってんだ。翔太郎とかいうやつ。チャンピオン街のシェラックってバーの。それで？なんか金のかかる男なんだって。それで、あの子あんなことまでして遊ぶ金稼ごうとしてるの。ねえおじさん、あの子ヤバいかも。おじさん強そうだし、さやのお父さんの友達なんでしょ。なんとかできない？あいつ、
こんなに強いなんて。おお。おお。おお。ようよう、姉ちゃん一人。電話するよ。どう。いらっしゃいませ。翔太郎はいるか。お客さん、知り合いかい？そうかい。で、注文はしないのかい？そうだな。一つゲームをしよう。うちで一番高いものを当ててみな。ふん。わかりやすい質問だな。も、分かりやすい質問だったか。そうだよな。気に入ったぜ。教えてやるよ。翔太郎ならもういないよ。3ヶ月くらい前からスターダストって店だ。この町一のホストになるんだと。翔太って名前でいるはずですよ。翔太郎ならスターダスト。してくんね、ちょっとお前、てめえの存在が気に入らない。
キリュウさん、いらっしゃいませ。お一人ですか？いや、翔太ってのは来てるか？ええ、翔太なら。あそこにいるのがそうです。あ、ちょっと伊達さんか？さや。え、お父さん？お客さん、困ります。どけ。翔太、大丈夫？さや、お前、こんなとこで。こんなとこで？何よ、今更父親面？今日だって約束すっぽかしたくせに。それは。お父さんはいっつもそう。会ったって何も言ってくれないし、つまらなそうにして、そのくせこんな時だけ父を破る。さや。帰るね。さやちゃん。なんだおっさん。その子から手離せ。ああ、この女はな、うちの会社に借金があんだよ。関係ねえから引っ込んだろ。借金？ああ、この女、ホストクラブ通い詰めて借金まみれよ。借りた金返さないって言うから体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオでデビューすっからよ、おっさんも買ってくれや。やろう。お父さん。キリュウ、お前、てめえら覚悟はできてんだろうな。伊達さん、話は後にしようぜ。あの子の父親だ。お前らのボスと話をさせろ。遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど大丈夫ですかね？